さんこんにちは。今日はお母さんと一緒の一歩二歩三歩についていろいろ調べてみたいと思います。何度聴いてもいい歌だなという意見かなり多いですね。そして涙が出そうになるという意見もありますね。他にはですね、今日この動画を作っているところでちょうどリクエストがあったみたいで、たくさんコメントがあるみたいですね。子供が大好きという意見もあったり、子供がテレビを見るときに一歩二歩三歩が流れると必ず風船を持ってみるんだというようなこともあるみたいですね。可愛いですね。他にはどうでしょうかね。いろいろ意見はあるんですけど、カラオケで歌ってみたという人もいるみたいですね。とても人気がある曲のようですね。今日はこれぐらいにしようかなと思います。はい、次の動画も楽しみにしていてくださいね。